天草とキリシタンの関係っていうのはもう島原天草以降もずっと永遠とやっぱ続いていて、でじゃあ実際当時の人は彼らをどのように思っていたのかっていうことを、まあ、今回の資料からですね、まあ、明らかにできるのかなっていうふうに考えています。天草市の天草ロザリオ館が保管している上田家文書、その中から新たに発見されたのは200年余り昔に起こった天草崩れの後に書かれた潜伏キリシタンに関する文書30点です。天草崩れとはキリスト教の信仰が禁止されていた1805年天草のキリシタン5200人余りが検挙された出来事です。今回の文書をよく見ると蛇州という文字が、現在の天草市川浦町にある今富村の庄屋上田円五右衛門が潜伏キリシタンを蛇州と表現していたもので、当時の庄屋による支配形態などが読み取れます。また資料によると天草崩れの6年後の1811年、踏み絵を強いられた潜伏キリシタンなど庄屋の支配に反発した住民たちが円五右衛門の罷免を要求、円五右衛門は3年後に庄屋を辞任したということです。庄屋たちの現場のレベルでは確実に蛇州というふうに認識を している、うん、やっぱ彼らはキリシタンだと、異宗じゃなくてキリシタンだというふうにやはり思っていたということをですね、裏付けるものじゃないかなというふうに考えます。安高博明准教授は天草崩れ後の混沌とした社会状況が読み取れる歴史的景観を示す資料と分析しています。